ポイント B 襲撃者あり。相手の兵力は1名1名何者だおい何者だと聞いてる。ポイント B 何者だ。シーフだ。呼んだ方がいいかな。思い知らない。ゲーマしっかりして。あら、かなでちゃん。学校の帰り大子さんに向かって泣いてください。本能の赴くままに泣いてください。泣いてください。かなでちゃん、すごい。ごちそうさま。ルン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 。きっしょー。宿題したくねー。まあ確かに成績が悪いからやんなきゃいけないんだけど、とにかく勉強したくねー。いや、ここは一つやりたいことを考えてみようじゃないか。やりたいこと、やりたいことね。どか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 うるさいよ。何時だと思ってんの。下体悪いですね。どうぶつ成長箱。たまにはいいだろう。たまには私の料理で太るはずがないんです。不活でした。あなたの料理は計算外にしていた。セラ、あなたが私に指紋を密輸した。来なさい、メンマ。ご飯だって言ってるでしょ。いいからほっとけっつってんだろ。この私に逆らおうなんて100年早いってばね。ご飯食べるわよね。ねえ、はい。選べ。はぁ、レンちゃん。美少女が空から落ちてくる。権藤大子さんが空から落ちてくる。必ずその通りになる。つまり、かなでちゃん。だが心配しないように。じゃ、そういうことで。待ちなさい。離せ。1000時間。ケーマン覚えてるでしょ。あんまり覚えてない。さて、ゲームこれ待て。先生、こんなバカ誰が。私の身内の門が随分と世話になったようだね。俺は女と戦う趣味や。てめえ、一体何者だ。通りすがりの中だ。親父、ずいぶん楽しそうだな。何かあったのか。別に。夕飯できたよ。そういや、またボルトが厄介事を抱えてるらしいじゃねえか。知らねえ。親父、夕飯できたっつってんだろな。ほんまや。ボーン、おかえりなさいませ。リュウジ、
あんた、とうとう頭染めよったな。将来ニワトリでもなりたいんかい。切らせろや。ただい俺の禁断症状が。ほーらうわっ、なんてお下品でお下劣な息子に育ってしまったの。大きくなったのね。いただきます。たくさん食べてね。やらよっていうかもう片っ端だろそれ。はい、おかわり。なんで違う靴なんだよ。もう知らんかよ。うわっ、さあなんでこの匂いは。てめえ人のもんない食ってたから。待て、出ろよ。罪深いことに贅沢な一品だ。全然嫌いではない。一寸の蚊にも五分の魂っつってね。観念して安らかに眠りましょう。お前がな。はあ、つまらぬ殺生をしてしまった。叩いても叩いても毎年毎年懲りもせず。お母さん、ここはこの家はもうダメだ。何時だと思ってんの。静かに寝なさい。くも、二人とも やめろよ。先生方が驚いてるだろう。あ、はい、よろしくお願いします。バンバン叩くんじゃねえ、ぶっ飛ばすぞ。あっさい、元はといえばあんたが弱っちいからとっ捕まってご迷惑のはカツキでしょ。あんたも喋るならハキハキ喋りなさいよ。あの、本当によろしいのでしょうか。ん、ああ、寮でしょ。むしろありがたいよ。強いかもしんないけど私は信頼して任せるよな。うん、こんなどうしようもないやつだけどみっちりしごいていいヒーローにしてやってください。いや、ダメ。ハンバーグだから。そんなのはダメだ。風邪の時はおかゆが一番なんだってば。おかゆ熱下がったんだし。いいじゃんかよ。なんでだよ。ハンバーグ。おかゆだって。だからひまわりはハンバーグが食べたいって言ったんだよ。俺が食べんじゃねえ。おかゆ、あなたたち騒ぐなら外に出ててちょうだい。あんた、いつまで寝てんの。ほんとも、ほら起きる。朝ごはんできたよ。ちょ、もうほんとマジ勘弁して。二日酔いなんだって。なんだよ、朝からうるさいな。うるさいある。私は誰の差し出も受けないねん。しょうがないわね。どれ、こっち向きなさい。おはようございます。あんたたちこの子の世話ちゃんとしてんの。いいから早くご飯食べなさい。銀さん。誰ですか、あれ。母ちゃんだよ、八郎の母ちゃん。八郎って誰だよ。まったく、今一体何時だと思ってんの。すいません、すいませんでした。何かあってからじゃ遅いんだよ。すいません。お前もちょっと来い。お前は逃げただろ。俺がこの世に出ていくの黙って見てるってどういうことだよ。私は何とも思ってないけど。帰るですって。あなたのホームはここでしょ。あなたが行かないというまで止まらないパンチ。母さんやめ、とりあえず話し合おう。このままで痛いから。マジちょろすぎだぜ。中身がただの水道水とも知らずにな。あいつの心の声を僕がテレパシーでそのまま母さんに送っている。これからもたっぷり稼がせてもらうぜ。てめえの大事な家族が破滅するまでな。待てよこら。破滅させるな。もうあのセールスが来ることはない。ママ、聞いていい？またその話？パパってどうして帰ってこないの？いつも知らない知らないばっかり。今日は少しおかしいわよ。私たちのこと忘れてるかもしれないでしょ。サラダ！
誰だそれ。今一番人気のアイドルさんですよ。やりました、やりましたよ。感動。アイドルとかテレビとかもはや前時代の遺物だよ。リアルアイドルなど今や沈みゆく船。新しい時代には新しい船に乗らぬ。二人とも容疑よく食べな。大丈夫だべか、悟空さ。海行こうぜ。海に行こうって誘いに来たんすよ。あら、いいわね。いや、相棒、姉ちゃんいたんだな。あひゅー、お姉ちゃんと間違えられて嬉しい。あひゅー、母ちゃんに相棒ができるなんて。お、相棒の母ちゃんなんすか。そうです。今日は何の用で。いや、そこの道をなんとなく歩いてたら佐伯って出てっから、ここじゃねえかと思ってよ。行くわけないだろ、めんどくさい。せっかく相棒くんがわざわざ来てくれたのよ。行きなさい、クスを。あひゅー。